そしてこの状況の原因はここでは変わりません。セレモニーがある予定になっております。それまでに皆さんに一緒に来てお客さんにご挨拶です。さあ、試合終了おめでとうございました。ありがとうございました。ナイスゲーム。三塁側、松山商業、一塁側、熊本工業、沢田勝彦監督の温存に今挨拶終わりました。奇跡の学校のセーフリーを行います。これまたやるんですか。熊本に続いて藤崎大球場に続いて奇跡のバックホーム、またやるんですかね。本田がまずライトへうまく打ち上げるかなんですこれ。そして矢野のところにちゃんと飛んでくるか。1994年8月21日、そしてピッチャーが交代をして送りバント、経験を2つで丸の上に参加を取った後、また松山いわゆる関のバックホームという願いがさあこれから起こります。チャレンジです。今背番号10番を取り入れた投手がライトに向かっていますね。ライトに向かっています。あの投手のそのままを再現していただきましょう。確か三役に挑戦をしました西条君がだったと思うんですけども、サーズランドランナーを通じて西条君が参加されていて、サーズランドランナーの星野君に先輩スタートして準備をしましょうと言って、バッターは3番長打者の中田君です。選手の交代から始まるんですね。今日はリングリングですね、少し良かったんですけども、投手陣川上大本投手がマウンドに上がっていただきましょう。さあ、選手に聞きたいところですよね。さあ、だけの監督、今日は代わりに渡辺投手ではなくて大本投手がマウンドに立っています。タイムかかりました。さあ、沢田監督はい、さあ、コールされました。はい、出ますね。さあ、ここの再現されます。今、ライトに行きます。ライトの2この時にですね、変わります。見てみると、天国のお父さんの声が聞こえたんだっていうね、沢田監督がお茶を出してました。お前、ここで終わりで俺が公開するんじゃないかって言ってくれたんだけど、ちゃんとしたんじゃないかって沢田監督がお茶を出してました。もう60代になりました。松山商業高校、そして駒澤大学の出身です沢田勝彦さん、今もお元気です。さあ、おライトがやるのがやるんです。ライトがやるのがやるんですね。Thank you.
今回は矢野が前進守備取りました。そして三塁から星子高見ホームを狙いましたが、今回は矢野の勝ちです。松山では矢野の勝ち、そして熊本市自宅大球場では星子が勝ったんですが、あ、なんとか8球目で再現となりました。10球かかりませんでした。もう5、6分ですかね、それぐらいで終わりましたね。なんとか、いや見事に再現となりました。松山でもさあもう一回並んで客席への挨拶でしょうかね。もう演奏ですか。ネット裏の席に向かって皆さん整備しています。そして校歌が演奏されます。よー
それでは今日の試合の結果です。